回の動画は沖縄県読谷村にあるホテル日光有比良宿泊編です。那覇空港から有比良までは車で1時間ほどです。ホテルに向かったのは夕方だったので、サンセットが綺麗でした。ホテル近辺はサトウキビ畑が広がるのどかな立地です。近くに飲食店やお店などはあまりありません。ホテルが見えてきました。1泊2食付き1人 14,350 円のところ、全国支援割で実質 6,350 円で宿泊できました。平日の夕方でしたが、チェックイン待ちが数組いました。スタッフの方がお部屋まで案内してくれます。どんなお部屋か楽しみです。それではお部屋オープン。すごく素敵なお部屋です。ホテルは新しくはないのですが、とても綺麗にお手入れされている感じがしました。お部屋の広さは43平米あり、ゆったりしています。家具がアンティーク調で味があり、とってもいい雰囲気です。外の眺めはどうでしょう。パティオの雰囲気がすっごく素敵です。泊まったお部屋はプレミアオーシャンパティオツインでした。有比良の客室は様々な位置タイプがあり、それぞれ価格も違いますが、パティオが見えるお部屋はおすすめです。バスルーム、洗面、トイレが独立していて広くて使いやすかったです。洗面台の鏡もとても大きくて使いやすかったです。紅茶もありました。それではホテル内を見に行きましょう。動画では伝わりにくいのですが、ホテル内の雰囲気が本当に素敵すぎました。来る前に動画を見て予習はしていたのですが、実際に見て感じる雰囲気の素敵さは全然違いました。ぜひ実際に来て体験してみてください。家具や照明も本当に素敵で、歩くだけでテンションが上がります。お土産ショップやコンビニショップもあります。ビーチグッズもたくさん置いてありました。日用品、お菓子にジュース、お酒もありました。ホームページ予約特典と連泊の掃除不要特典で館内利用券が2000円分もらえたので、飲み物を購入しました。それでは夕食に行きます。今回は2食付きプランです。ビュッフェ、洋食コース、和食コースの中から選べるのですが、2日間ともビュッフェにしました。こちらが和食のレストラン、月当たりがビュッフェレストラン花々です。レストランは混むこともあるので、事前予約がおすすめです。好きなものを好きなだけ食べたいので、2日間ともビュッフェを選びました。席もゆったりと配置されていて、落ち着いた雰囲気でゆっくり食事ができました。お寿司もありました。
和食に中華、沖縄料理コーナーもありました。こちらのあんかけ焼きそばが美味しかったです。盛り付け方がひどいですね。チャーハンや春巻き、エビチリに油淋鶏など中華が充実していました。こちらは沖縄そば、麺が3種類ありました。自分で作るスタイルです。蓋を開けた途端、カツオのいい香りがします。盛り付けセンスゼロです。ホームページ予約特典でワンドリンク付きでした。デザートも充実していました。ケーキ類にゼリー類、アイスも4種類ありました。シークワーサー味、紅芋味と沖縄の味を楽しめます。ごちそうさまでした。お腹いっぱいになったところで外を散策してみます。この日は10月末ですが、夜でも空気がぬるく感じ、寒くはなかったです。夜のパティオは大人な雰囲気です。本当に雰囲気が最高なホテルです。ビーチを眺めながらバーベキューを楽しめるビーチハウスソルが営業していました。こちらも雰囲気が良さそうでした。おはようございます。次の日の朝です。風は強いですが晴れて良かったです。朝食に行きます。遅めの9時頃に来ましたが、20分ほど待ちました。花ベルデマールのビフェか、沢での和食膳の3カ所から選べました。今日はベルデマールに来ました。もちろんゴーヤもありました。たくさんのトッピングにスパイス、オイルも種類豊富でした。ゴーヤドレッシングやドラゴンフルーツドレッシングなど、沖縄らしくて面白いものもありました。こちらはアグースモークハム、島豚ソーセージ、島豚ステーキです。石垣島産玄米入りリゾットと沖縄素材のトッピングがたくさんありました。パンケーキにも種類豊富なトッピングコーナーがあります。テンション上がります。ヤンバルドリのチキンサラダ、3種のチーズ、スチームエッグ、パンも種類が豊富です。面白い蜂蜜がありました。紅芋バターと紅芋ジャム、
口コミで皆さん美味しいと書いていたので、絶対に試してみたいと思っていました。食べてみて、私は紅芋ジャムが好きでした。ホテル売店で購入することもできます。ドリンクやスムージーもありました。ヨーグルト入りカレーも気になり、取ってしまいます。実演コーナーではオムレツやエッグベネディクトなどの卵料理を作ってもらえます。豪華すぎる朝食です。美味しそうなものが多くて、朝からついつい食べ過ぎてしまいます。とっても美味しい朝食でした。ごちそうさまでした。カトラリーにもアリビラの刻印があって素敵でした。朝食後、お部屋で休んでからホテル内をお散歩してビーチに遊びに行きます。ホテル内はリゾート感たっぷりです。パティオの雰囲気が本当に素敵で最高です。朝から観光に出かけるのもいいですが、素敵なリゾートホテルをのんびり楽しむのも贅沢な時間です。連泊すると朝食後もゆっくりできたり、ビーチで遊んだ後もお部屋でシャワーを浴びれたりで快適です。この実は何でしょう。衝撃的な見た目です。ホテル内のニライビーチに行ってみましょう。この景色、沖縄に来たと実感します。宿泊者は無料でパラソルとチェアをレンタルできます。それでは海の中を覗いてみます。遊泳区域内はクラゲよけネットが張られているので、安心して楽しむことができます。ライフジャケットを着用でシュノーケルが可能です。今回私たちはシュノーケルセットを持参しましたが、シュノーケルセットや浮き輪などホテルでレンタルすることも可能です。この日は10月の末です。上下ラッシュガードを着ていましたが、海の水は結構冷たく感じました。それではしばらく水中観察してみましょう。でかい。少し濁っていましたが、遊泳区域内でもたくさんのお魚を見ることができました。ビーチ横にある岩場に行ってみます。遠浅の海で干潮時には干潟観察をして遊ぶことができます。この時は満潮でした。岩がゴツゴツしているのでマリンシューズなどが必須です。
昼間のホテル内の雰囲気です。夜とは全く雰囲気が違います。どちらも素敵です。ホテル敷地内を散策してみます。ビーチ沿いにあるマリンハウスです。ドラゴンボートやカヌーなどたくさんの体験メニューがあります。ビーチハウスを通り過ぎてまだ先に進んでみます。ホテルから結構歩いてビーチ橋の岩場に来ました。ヒトデやカニ、お魚を見つけました。海の生き物観察も楽しいです。こちらは2日目に選んだ朝食会場、花々です。夕食ビュッフェのレストランですが、朝に来るとまた雰囲気が全然違います。大きな窓から日差しが降り注ぎ、明るくて気持ちがいい朝食会場です。ミニおにぎりを作る機械が置いてありました。沖縄の定番ポータマも作れます。具材の種類も多くて、好みのおにぎりを作るのが楽しかったです。トルティーヤやタコライスを自分で作るコーナーです。タコライスが美味しかったです。このハンバーガーが本格的な味で美味しかったです。小さめサイズで朝でも食べやすいです。フレンチトーストを楽しみにしてきました。ホテル名物の紅芋ジャム、紅芋バター、パインバター、ゴーヤチャンプルーやラフテーなど、朝からしっかりとした沖縄料理が並びます。沖縄塩焼きそばが美味しくて、この後の旅行中すっかり沖縄焼きそばにハマってしまいました。沖縄料理が一度でたくさん試せて嬉しいです。パンも種類豊富です。朝からケーキもありました。オレンジロールケーキにチーズケーキ、面白いドーナツの飾り付け方です。アイスにフルーツもありました。フレンチトーストにメープルシロップと紅芋ジャムをつけて食べるのが最高でした。最後に敷地内にある展望台に行ってみます。この景色最高すぎます。ホテルのチャペルが見えました。天気のいい日にあそこで式を挙げたら最高に素敵でしょうね。アリビラの宿泊動画はここまでとなります。最後までご視聴ありがとうございました。いいねやチャンネル登録をしてもらえると動画作成の励みになりますので、ぜひよろしくお願いします。